御連中、しばらくお待ちください。平馬、何事だ。先生、金がねを教えられるには独創転身流には奥義も秘でもない。自ら学び、自ら悟るをもって本義となす。それを何で今日に至り、門下とは申せ、いわば劣害の雪の城に奥義の一貫拝見を差し許されまするとは、あまりと申せば理不尽ななされかと。この門倉平馬、若輩ながらもご思案代をおせつかっておりまする以上、まず拙者に許されまするよう、ひらりお願いいたします。さほど所望なら見せても使わそう。しかし独創天心の流儀は、そのように昇進競争いたすようではなかなか誤入はおぼつくまいて。雪の城、まずその方より。狼藉、おら、あの一貫単に白紙に過ぎぬ。ただの白紙。あの巻物は、わし自身の増上満を自ら戒めようためのもの。技を取得し、その名が世間に認められるようになると、とかく初心の一念を忘却するのが世の常で、すべて物の奥義は文字に表せるものではない。わしは改めてわしの日頃の魂そのものをそなたに伝えようとしたまでだ。平馬王には及ばぬ。彼はただ死を失い、友を失って、全く空なるものを掴んだだけじゃ。